ドラマがなんだか単調になってしまう。人間ドラマを盛り上げる力は作家なら持っていたい力。でもどうすれば単調さから出して盛り上がる人間ドラマを描くことができるだろうか。例えば、愛し合う男女が結婚する話、会社員が大口の仕事を勝ち取る話、娘が親の介護を経て見取るまでの話、確かに人間ドラマが盛り上がりそうなストーリーだ。確かにストーリーとしては面白そう、でもドラマとして盛り上がるか未知数。そんな時は感情の象徴をチェックポイントにして見極めるべし。象徴とは衰えたり盛んになったりすること。精髄、対人関係の象徴、つまりすれ違いや調和で盛り上がるか測ってみる。これを脱却する方法としてそれらを具体的に表現すると良い。例えば、会社に解雇され爆誕、食器に家具に新生活にワクワク、転職して前向きに孤独な生活に沈み込む、後輩を鼓舞する上司、無駄な努力をしたくない部下、競合に契約されて落ち込む上司、上司の助言でやる気の部下、久々の共同生活に傲慢な態度を取る、けなげに介護する、素直に感謝できない自分を悔いる、病魔に侵されている娘。どうだろう、感情の象徴を軸にイメージすると盛り上がりの継続が可能。それによってドラマの単調さを避けられそうではないか。